いよいよ今週金曜日に開幕するプロ野球。カープは今日必勝祈願を行いました。午前10時ごろ、松田オーナーと新井監督、選手ら48人が広島護国神社を訪れました。選手を代表して選手会長の大瀬良投手が玉串を奉納し、5年ぶりのリーグ優勝、そして39年ぶりの日本一を祈願しました。もう優勝と日本一に向けて、しっかりと頑張りますというふうに、お願いしました。新井監督の下で、みんな一体感を持って、どんな時でもチームで乗り越えていけるように、一生懸命頑張っていきたいなと思っています。開幕戦は今週金曜日午後6時プレイボール。神宮球場で2年連続セ・リーグを制したヤクルトと対戦します。